さん、マロミエで。なんか台風がおらんようになってからめっちゃ寒なったな。まーちゃん、昨日の夜お散歩行ってきたんやけど、ちょっと体震えたわ。こないだパパが写真アップしてたけどな、最近のまーちゃんのお気に入りの布団はこれやねん。そう、パパの手汗が染み込んだタオル、これがいっちゃ落ち着いて寝れるねんで。たまにパパの靴下が枕になることもあります。そうそう、お散歩の時に思ったんやけどな、コロナが流行りだしてからまーちゃんはずっとずっとあることに怒ってるね。みんな何やと思う？そうやねん、マスクやねん。最近マスクのポイ捨て多ない？タバコのポイ捨てとかも許されへんねんけどな、マスクはさ、そこに菌がいっぱいついとうかもしれへんわけやん。まーちゃんみたいにチワワとかな、犬とかはな、裸足で地面スレスレを歩いとうやん。せやからマスクを踏んだりしたらもう菌がいっぱいつくかもしれへんわけやん。それでそのままお家に帰ったらパパとママに病気うつるかもしれへんやん。マスクを外でポイ捨てしてる人は今すぐやめて、二度としてんといてな。ほんで一緒に散歩している飼い主さんは、大切なワンちゃんがマスクのそばに行かへんように気をつけたってな。チワワのマロミからのお願いやで。まーちゃん、わかったよ、はーいって思ってくれた人は高評価ボタン押してね。あと初めて見てくれた人はチャンネル登録もよかったらしてな。コメントもたくさん待ってるからね。ほんならみんな。